旧郵政保護法一時金支給法において、国は旧郵政保護法に基づく郵政手術等に関する調査を実施することとされています。この調査は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返さないよう、旧郵政保護法施行当時、昭和23年から平成8年の郵政手術の実施状況等を明らかにすることを目的としています。この度、上記調査の一環として、郵政手術を受けた当事者の方々から、郵政手術を受けることになった経緯等をお聞かせいただき、当時の状況などを明らかにするためのアンケート調査を実施いたします。調査対象、このアンケートにご回答いただきたい方は、郵政手術、子どもができなくなる手術を受けた方ご本人のほか、ご家族、ご親族、介助者、支援者等からのご回答も受け付けております。このアンケートは無記名であり、個人の回答が特定されたり、外部に知られたりすることはありません。また、ご回答いただいた内容は、このアンケート調査を実施する衆議院調査局において、厳重に保管し、上記調査の報告書作成以外の目的には使用しません。このアンケートの集計結果を含めた報告書は、個人の回答が特定できないように編集し、公表することが予定されています。ぜひ調査へのご理解とご協力をお願いいたします。